盛り上がって一丁ら決めてバリバッティ気合い入れた俺の頑張って、やはりたまにはバッチリ行きたい、ああいえ、はいはい、ここら辺でくくりつけていくか短い、はい、手を上げなさい帰らない人みんな、ほらまだ早いし、ノリはいいし、飲み足りないし、 Here we go、 行こう次の店直行、 俺ら先に行って待ってようじゃないのってことでそう、 そうかれこれ15分もぼーっと座って待ってたんだ、そりゃもうそんで遅れてきた目つじみめな方、あの子とあいつはフェードアウト、気にしてませんよくあること、それは本当ただの煩悩、でも誰にも覗かせない、俺様のその胸の中身、なぜか走るこの痛みは何、ありふれたちょっとした悲願み、誰にも覗かせない、俺様のその胸の中身、なぜか走るこの痛みは何、ありふれたちょっとした悲願み、ワンツーワンツーチェックワンツースリー、マイクじゃなくて from A to Z、 今日はカーカーキン金曜日だ、チェックイラバイト雑誌調子はどうだい、やっぱそうかい、慢性的な金欠状態、当然まずは開くページ性アクティブワーク、声はいいがせい肉体労働、そんな根性がどこにあるもんか、そんなら今度はこんなんでどうだ、次に開くページ性デリバリースタッフ、日本語に翻訳すれ配達 OK、 時給も悪くないもんな、親父と二人で乗る四トン車、ラジオのボリューム上げて聞こうぜ、演歌演歌、嫌いじゃねえんだこの感じ、今何時、3時、休もうか、あんちゃんもどうだ、親父が差し出すオロナミン C、 飲みながら付き合う釣りの話、そうですかそうですか、あはいはいはい、あこの髪型別に流行りじゃないんじゃないかな、なんて言ってる間に5時、懐も温まっておんの字、あ腹が減った、金使ってパッと飯食おうか、そこのパスタハウスバイト可愛いって有名、眩しすぎる風景、若くて爽やかなバイト男女数名、じゃれ合いながら差し出されたカルボナーラ、滲んで見えるのはなぜなら、なぜなら花組んで平らげろ目の前の皿、誰にも覗かせない、俺様のその胸の中身、なぜか知るこの痛みは何、ありふれたちょっとした悲願み、誰にも覗かせない、俺様のその胸の中身、なぜか知るこの痛みは何、ありふれたちょっとした悲願み、ちょっとしたひがみ、ちょっとしたひがみ、ちょっとしたひがみ、ひがみ、みんな同じ立場ではない、それは当たり前だが、しかし俺にはそれが耐えられないの、バカみたいな態度、一生やってろ、友達とか友情の価値、大事だけど悲しい話、他人他人他人のみんな満たされないんだ、何か性格のせいだけじゃねえんだ、偶然だけが人生さ、わはははは、こりゃ笑うしかねえや、今じゃ同級生が一流商社で成功、成功、カメラマンの彼はモデルとデート、デート、俺には縁がないのか、そんな栄光、栄光、バカげたことと分かっていても、魂、報われない俺の魂、傍から見れそれ浅ましい、ちょっとした悲願み、誰にも覗かせない、俺様のその胸の中身、なぜか走るこの痛みは何、ありふれたちょっとした悲願み、誰にも覗かせない、俺様のその胸の中身、なぜか走るこの痛みは何、ありふれたちょっとした悲願み、誰にも覗かせない、俺様のその胸の中身、なぜか走るこの痛みは何、ありふれたちょっとした悲願み、誰にも覗かせない、俺様のその胸の中身、なぜか走るこの痛みは何、ありふれたちょっとした悲願み、もずっとずっと楽しそうだし、友達とか友情の勝手